今日はクリスマス。アメリカでは一人の日本人女性が全米のお年寄りにこんなプレゼントを届けました。いろいろなことがあってこのやめようやめようなんて思っていまだにここにいて本当に嬉しい。なんか一つの自分の大きな夢が叶うっていうんですか。第二次大戦中に流行ったアメリカンポップスの CD を当時を知るミュージシャンたちと一緒に手作りして全米の老人ホームにプレゼントしたい。日本人ジャズシンガー聖奈さんの夢が今年実現しました。どうしても歌いたかった歌が第二次世界大戦の流行歌で、そういう歌っていうのは歌う場所がないんですよ。で、そういう歌をどこでシェアできるかって思った時にアロージンホームなんじゃないかな。Actually, I spent two and a half years for preparing this CD. Please listen this one. I'll be seeing you in all the old familiar places. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.And he wanted to marry me. I would have been Japanese too. I would have been, and that's what it reminds me of. And above all this, 彼らが喜んでくれたら本当に幸せです。ありがとうって、で、それは私の心の中の宝物になるから。Silver bells, silver bells, it's Christmas time.本当に素晴らしいプレゼントですよね。なんかこう皆さんが口ずさんでいるのがね、なんかとても印象的でしたけれども、はい、それでは次のニュースです。